リリーはインターネットより発売されている音楽制作用のボーカル音源の名称及び同製品に用いられているキャラクターの名称である。音楽グループムーブのボーカル、ユリの声を録音し作成された歌声ライブラリーを収録しておりメロディと歌詞を入力することでパソコン上でユリの声を元にした歌声を合成することができる。ヤマハの開発した歌声合成技術ボーカロイドに 対応したボーカル音源で、ボーカロイドにエンジン対応の製品が2010年8月25日に、ボーカロイド3エンジン対応の製品が2012年4月19日に発売された。推奨するテンポは90バイト PM、180バイト PM、推奨する音域は、ボーカロイド2班は D2 から D4、ボーカロイド3班は D2 から G4。本製品のパッケージには、 製品名と同じリリーという名前の女性キャラクターのイラストが用いられている。リリーはもともと ABEX マネジメント所属の音楽グループムーブが2009年8月19日に発売したアニメソングカバーアルバムアニムーブ01の企画で作られたキャラクターである。アルバムのジャケットに描かれているキャラクターリリーの声優をユリが務めているという形となっている。 キャラクターデザインは、初音ミクなど、クリプトンフューチャーメディアのキャラクターボーカルシリーズのデザインを手掛けた系が担当した。本来は、ボーカロイドの製品企画とは、無関係に作られたキャラクターであった。ユリの声をサンプリング収録した、ボーカロイド、リリーの企画は、アニムーブ01制作の際に系と出会ったこと、ムーブメンバーの持つがもともとボーカロイドを使用していた。 ことが影響して生まれたものだという。ボーカロイドを発売することによるムーブの宣伝としての効果も期待された。ボーカロイド2班は歌声を収録したライブラリーをインターネットではなく ABEX とスとヤマハが開発し、半野とユーザーサポートをインターネットが担当する形で2010年8月25日に発売された。そのため、インターネット製のライブラリーとは目指す。 方向性が異なり、人間的らしさで吐く合成音声的な声を追求したライブラリーとなっている。インターネットがこれ以前に発売したガクポイドとメグポイドの2製品は歌声の提供者の声で歌う製品でアーティストボーカルと銘打っているが、本製品はキャラクターのリリーが先にあってそのキャラクターの声で歌うことをコンセプトとしており、ボーカロイドアーティストとされている。 2012年4月19日に発売されたボーカロイド3版のライブラリーでは開発をインターネットが行ったパッケージにはボーカロイド2版の合成音声的な方向性の声を再現したライブラリーと新しく録音し直された歌声をもとに人間らしさを追求しつつユリの声の再現を目指し作られたライブラリーの2種類を収録しているキャラクターについては キャラクター仕様に関するガイドラインに基づき二次、創作物の公開、配布が許諾されている。クリプトンフューチャーメディアの運営する投稿サイト、ピアプロへの投稿も可能。リリーが曲に使用されていることが明記された、主な CD。クリプトンフューチャーメディアのレーベル、カレントにより、iTunes ストアなどの音楽配信サイトから、リリーの名前が明記された楽曲を収録し、 販売されているアルバム、ありがとうございます。